千葉県の外房の沖合で相次ぐ地震を受けて、政府の地震調査委員会が臨時で開かれ、震度五弱の地震につながる活動が一ヶ月ほど続く可能性があると評価しました。震度五弱にの活動がまあ数週間から一月ぐらいはあの続く可能性があると。千葉県の外房の沖合では。 先月二十六日から地震が続いていて。昨日までに人が揺れを感じる地震が十数回発生し。最大で震度四を観測しました。この地震について委員会は。地下にある二つのプレートの境界が時間をかけて動く。ゆっくり滑りと呼ばれる現象に伴って。地震が起きているとの見方を明らかにしました。外房の沖合では。数年に一度起きている現象で。 しばらくは最大で震度5弱程度の揺れが起こる可能性があるとして注意を呼びかけました。